スタートは内側から平原選手、ですね飛び出しました、続いて同じラインの菊池選手、出ましたので、もうこれは関東勢は前から攻めるということでしたね、4番、1番がまず先頭に立ちました、そこには神山拓也選手、地元ですね、3番手つけてます、そこには9番の静岡の萩原選手もこれから上昇してきて、4社のラインが形成されますね。 そしてその後ろ、6番の井原選手、今日は短期で走ります、まずはこの関東の先行しそうなラインのまず後ろにつけてますね、そしてその後ろには山崎賢人選手に香川選手、2番、5番、最後方には3番、8番、山口賢也選手に柴崎淳選手ですね、このような隊列でレースがスタートいたしました。まずこのののレースで注目なのは何と言っても4番の えー、菊池選手、ですね早期卒業で、えー、ここまで、えー、上がってきた選手ですね先行まくり強い選手なので、まあ、やっぱり、えー、なんといっても菊池選手は、えー、長い距離をもがくのが得意ですのでね後続距離が長いですので、まあ、ここは関東4者引き連れて今日は先行勝負でしたね、えー、そこには平原選手がつけて神山拓也選手地元なんでここは、えー、なんとしてでも、えー、準決勝に乗りたい気持ちが あると思いますねそしてもう一つラインですね、2番の山崎賢人選手、昨日は素晴らしいまくりをねこの菊池選手の先行を8番手からまくっていきましたので、あ今日もチャンスは十分にあると思います、そして後方に山口賢也選手がいるんですけれども、この鉄壁ラインをどう崩すかなというのをねやっぱり本人もいろいろ考えたと思うんですけれどもね。 このまま抑えたので、まあ、ここは、ね、どうやって崩しにいくのかなと思ったんですけど、結構いろいろ、えー、山口健也選手は位置を取ろうとね、えー、頑張ってました。車間を空けながら 菊池選手がね山口健也選手に合わせるかのようにね打掌から突っ張って先行です突っ張られてしまった山口選手は亀山選手と絡んだりね伊原選手のところも降りてなんとか5番手をキープしたんですよねここで後ろを見ながら山口健也選手はねいいレースしたと思いますそこに後ろから 2番の山崎健人選手が、ね、8番手からやはり昨日と同様、ものすごい勢いでまくってきたので、そこが、ね、素晴らしいスピードな、ここですよね、この加速力、後ろの香川選手も、ね、離れてしまうぐらいの加速力なので、ね、それと同時に平原選手が前に踏みましたので、まあ、平原選手が前に踏まれてしまうと、やはり厳しかったのかなと思うんですけども、ここですね、少し戻してもらっていいですか。 山口健也選手、3番ですけれども失格だったんですけれどもこれはなぜかというとまず9番の内側に入っていくんですけれどもお願いします9番のまず内側に入っていって外体線をここ外してしまったからですね今のところもう一度お願いします。ここで外体線外線していなければ上山拓也選手の動きもあって ると思うんですけども完全にここはお願いします、外体戦を外してしまって、持って落としてしまっているので、ここは失格になるのかなと、だだったんだなと思いいますねはい、このような形の1番、7番、6番で、伊原選手避けた伊原選手はね、うん、結構危ない感じで、シビアのところを避けてましたけども、伊原選手が3着というところで、1番、7番、6番という結果でした。